こんにちは、グレモルです。オフシーズンなんですけど、今 IAI スタジアム日本平に来ております。なぜかっていうとですね、友達の人に昨日ちょっと空いてるかっていうふうに急に連絡が来て、僕自身は今予定なかったんで、大丈夫ですよって言ったんですけど、この画面のようにね、動画撮っていいからちょっと来いやって言われたんで、何もしない。本当に何もしない。悪いこと本当に何もしない。本当何もしない。不安なんですけども、ちょっと行ってみたいと思います。あ、いた。あ、ありがとうございます。いや、ちょっと どういうご用件で。え、用件、はい、マグロ買ってきたんだよ。ああ、はいはい。え、でかっ。ほら、うわ、おお、めちゃくちゃ買ったじゃないですか。今日は開けるっていう回ですね。そうあ、よかった。じゃあ俺殺されるかと思った。いや、急に連絡来たから、え、何と思って。俺、じゃあ開けてきましょう。というわけで、じゃあ開封していきましょう。どれから開ける？1万円 A、はい、1万円 B、はい、3000円、はい、3000円からで、3000円からでいきましょう。このじゃあ3000円から開けていきたいと思います。ごめん、タオル。おー、タオルマフラーのパルちゃんのやつが当たったんで開けていきます。パルちゃんのパウダーマフラーなんてあんま発売されたことなかったですもんね、今まで、うん、おー、こんな感じで。あ、いいね、パルちゃん全身。次、はい、お、新着ガチャグッズだね。おー、ガチャグッズか。ドゥートラサムライ、やらせる。めちゃめちゃやらせる。新着は使える。ちなみに何番が目当てとかあります？これ9番ですけど。次、はい、あ、お、サッカー分析ノート、フォーメーション毎試合体験。ああ、確かに。いきますね。分析チャンネルにしようかな。いや、はい、そんな目やめてください、ちょっと。次。はい。じゃん。あ、これは。うわ、これは欲しい人たくさんいるんじゃないの。ホームケース当たりました、ユーゴ選手の。ありがとうございます。次。はい。じゃん。お、なんだ生アート。え、間を取ってパルちゃん。ブロック。わクリアポーチに指導選手をいただきました。ありがとうございます。ワンチャンティスさんかなって思って間を取ってパルちゃんにしたんですけど、何の間。9と0じゃん。次、じゃん。あ、お、ご当地パルちゃん桜エビ。何それ、ご当地パルちゃん桜井。こんなのあるんだ。へえー、すげえな。お、あ、これあれじゃない？バックかな。バックだね。はい。釣りに持ってるバックだね。西部選手めっちゃ好きそう。開けるとこんな感じ。うん、本当に釣り道具みたいな感じですね。偏見が。玉ねぎとか。もう一回出すと一気に。お、じゃん。お、お、え、え、あ、来た。はい、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 テスの、やった。やったー。俺のじゃないけど、やったー。あ、え、マジで。やったー。次。はい。これあれだね、ネックストラップだね。おお。8番。お、ゲッチ。石毛選手。石毛。あ、お、来た、金子選手。ミニタオルマフラーだね。ミニタオルマフラー。これもガチャになりました。おお。これは使います。大事に使います。金子選手、契約更新したからね、来シーズンも期待してます。あ、色紙が入ってる、最後。お、誰と思う。さっき西澤選手だったから、また西澤選手ですか。え、西村選手。おお、ね、北九州で、1年間頑張るってことなんでね、成長した姿見せてほしいですね。はい、以上。え、これで3000円ですか。これで3000円。普通に豪華じゃないですか。やばいね。え、めちゃくちゃ豪華っすよね。ということで3000円でした。じゃあ続いていきますか。
らで次ね、これおこれは何円セットな3000円。まだ3000円いきます。3000円の2つ目あだね、これね。おマジで、ね、さっきのやつね。次はこれもガチャグッズ。お、栗原選手です。次はあ、またご当地パルちゃん。おお茶おお茶え、待って、これ1000円する。すごい、これ1000円しますよ。いいね。もうこれで3分の1もおこかりましたよ。あ、また分析ノート。おお、あるに越したことはないですからね。ありがとうございます。あ、またおいいナムケース。おお、かぶったけど。でもいいか、小物入れにめちゃめちゃ合ってそう。これね、はい、タオル。おお、ミニタオル。これは何番だ？17。おお、河合選手契約更新ありがとうございます。これぐらいのサイズ感ちょうどいいよね。買いやすいよ。え、はい、はい、6番。お、竹内選手のネックストラップ、オレンジマエストロ契約更新したんで、今週勝ってやるのかな、分かんないんですけどね。やるでしょ。やってください。やってくださいやってくださいお願いします。さあ、できるよ。おお、誰だ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 、これは誰だ。はい、生だと。え、待て、こテスさん、テスさん、テスさん来てほしい、テスさん来てほしい。タイの英雄。おー、ティーラシンデンダオー、ウイさんだ。ウイさんいただきました、ありがとうございます。タイでも頑張っていただきたいですね。頼んでいこう。あ、あれまたなんか、おお、ユニフォーム巾着セカンド。おおおおおお、いや、待って待って待って、あれ、ただなんか一つ言ってください。はいよ。じゃあファーソッコ選手。かわいいかわいい選手か。ユニフォーム巾着のかわいい選手はアウェイバージョンです。ありがとうございます。巾着ってさ、使えるんだよ。あ、取れた。はい、さあ、タオル。お、今回は何サイズだ。富士山。富士山、すげえ。いいな。富士山バージョンのタオマフです。さあ、最後、タイ、タイです。何番。待って、待って、バウド選手。新井選手。おお、新井選手か。飽きたね、頑張ってほしいですね。はい、新井選手のサインです。さっきもそうだ。木野選手がちょっと多い気がしますけど、まあでもある意味ここで限定品になりますからね。次はどれいく。次はじゃあこれいきましょう。これいこう。これ何円ですか。3000円。また買ったんかいまた買ったんかい。3000円3つ。これ買わないと始まんねえんだよ。スークロはいわゆる iPhone 買うのと同じぐらいのね、あれですから。あ、またね、はい、いつも通りさっきのやつですね。はい、というわけでベーシックタオルです。3回目のタオルです。ね、開けないよ。開けない、開けないんかい開けないんかい。またこれね、分析ノート。分析ノートなんか確定で入ってるんですね。ね、多分。でもメモ帳はありがたいよ。うん、俺も欲しいぐらい。え、はい、次、また銀河に。おー、待って待って、あ、俺もらえるから、こう頑張ろう。ね、ムサカ選手。軽いよ。あ、軽いよ選手か。まだ軽いよ選手のサイン誰も持ってないと思うから欲しいな。あ、欲しい。軽いよ選手です。あ、巾着。梅田選手の巾着です。岡山で頑張ってほしいですね。お、これはセカンドバージョンネオプレーン日本ケース。おお、開けるやつか。待って、当てるやつか。ちょっとね、これもう一回石毛選手来るんじゃないかな。これ石毛選手予想します。ネットボールピー、ネットボールピー。ボルビー選手マジ活躍して欲しかったな、もうちょっと。はい、ボルビー選手です。ありがとうございます。見たかったね。見たかったっすね。ちょっとね、
次、はい、ご当地パルちゃん。お、またダダイだ。ダダイだ。ご当地、いや、いちご。いや、それ、いちごバージョン。一応嫌いなんだよ。なんで、なんで、なんで。本当に俺いちごダメなんだよ。いちご食べれません。俺はいちご大好きです。パルちゃんのいちごバージョン。次、ネックストラップ誰だろう。待って、待って、ネックストラップ意外と欲しいんだよな。ネックストラップ、宮本選手。西澤健太。西健かい。西澤選手か。西澤選手です。ありがとうございます。次、キーホルダー。はい。何番。え、これワンチャン岡崎選手入ってんじゃないかな。いや、入ってると思うよ。お、岡崎選手ですか。エリック。あー、同世代。エリック選手のキーホルダー。エリック同世代。そうです。井上選手と鈴木優斗選手とエリック選手と栗原選手と同世代です、僕は。次。あ、オルバーフラー、右、右。おー。テナト選手、ありがとうございます。はい、最後。お、サイン色紙。誰だ誰だ誰だ、待って、俺ね、これ、28番、38番って来てるから、これ、18番のエンソン来るんじゃない23番。全然違うやないかい。全員いない。一人ぐらい残ってる。まあでもこれもね、レアだからね。そうそうそう。でもこれ、エスパルス版のやつはもうもらえないわけですからね。歌舞伎入れて飾ります。素晴らしい。3000円の袋です。はい。3000円袋でした。どうでした ?3000円。意外と放出した選手強引だねっていう印象があったんですけど、気のせいですかね。一応誰もいない。そうです。トーチパルちゃんちょっと可愛かったね。ゲストに飾ります。はい、次。